札幌市から夕張へ向かう三河国道が横切る間追い丘陵は、中折れ屋根の牛舎が点在する酪農地帯として知られている。その中でも特に目を引くのは、丘陵の頂上にそびえる赤い屋根の牛舎とサイロである。昭和時代の雰囲気を醸し出すレトロなつなぎ式の牛舎は、まさに北海道酪農の象徴的景観である。間追い丘目を引く牛舎赤き屋根、昭和のレトロ思いを馳せる。阿諸路町の市街地を貫く国道から狭い側道に入ると、外部の騒音から完全に隔絶された山間の緑豊かな牧草地が広がる。小道の終点にある牧場の主人が案内した小高い丘陵地の牧草地に、牛たちは静かに休憩している。ホルスタイン種、ブラウンスイス種、およびそれらの交雑種の牛たちにとって、ここは青い空と緑の牧草地に囲まれた楽園である。札幌から道東に向かう国道274号線沿いに、風格あるキング式牧舎を持つ酪農家が経営する人気のジェラードの売店によく立ち寄る。その店舗の正面に農具や車輪が掲げられたオブジェに惹かれ、美瑛で取材した急速するジャージー種の格子をコラージュして描いた。襟裳岬に迫るように広がる丘陵上の台地に、日本短角種の牧場がある。その放牧地を守る防風帯の木々は、激しい海風のせいか節くれ立ち、地に低く枝を伸ばしていた。その日は湿った重い雲が広がり、風がなく穏やかな日であった。風力発電タワーは羽を休め、母子牛群と自然交配用の主有牛は静かに休息していた。牧場内に凍縮した夜半に、一人寝床で外の強い海風の音を聞き、この岬が風速10メートル以上の日が年間260日以上もある日本屈指の強風地域で、かつて不毛の地であることを思い出した。八雲町は函館から70キロメートル北に位置し、酪農の歴史を持つ町である。町には特徴的な中折れ屋根の2階建て牛舎や牧草地、飼料用トウモロコシ畑が広がっており、南部には町営の乳牛育成牧場がある。訪問時、初放牧の牛たちが不安そうに農家ごとに集まっていた。展望塔からは、内浦湾と市街地を分ける海岸線が水平線に向かって伸びていた。木地引高原にある北斗市営牧場は、半円状の舗装道路に囲まれて波状の装置が広がっている。根木林がアクセントとなり、牧や風景に変化をもたらしている。ボックで車を止め、しばらく牛たちを眺めていると、暖かく湿った風が顔を撫で、それとなく空を見上げると、牧野の果てに積乱雲の峰がいつの間にか現れ、空を埋め尽くしていた。1929年建設の中折れ屋根の牧舎とサイロは、札幌市に隣接する江別市の旧町村牧場内にある。当時、最新の換気システムを採用した牧舎で、町村弘隆が留学したウィスコンシン州立農科大学のキング教授が考案した。現在、江別市の資料館として利用されており、昭和初期の北海道酪農の歴史を伝えている。
レンガのサイロは昭和初期に北海道各地に建設が広がった。現在の町村牧場は1992年に移転し、牛乳と乳製品の生産と販売を行っている。この牧場は根室管内別海町に位置し、乳用牛が10万頭と人口 1.5 万人よりも多い地域である。この地域は日本一の酪農専業地帯で、農業粗生産額が市町村別で第5位にランクされている。近くの新酪農村展望台からは、遠くの牛たちが牛舎に向かう様子をエネルギッシュに見ることができる。それは、牛群雲のごとしのように壮大な光景である。カラフルなパッチワークの畑で知られる美瑛町を訪れるときは、このファームズ千代田によく立ち寄った。当時、ジャージー種の子牛を休息車付きのパドックで触れ合い展示していた。日差しの中でくつろぎ、まどろみ、昼寝する子牛たちの至福のひとときを描いた。乳用牛は出産後の母牛が子牛に、初乳という病気にかかりにくくする免疫を持ったミルクを与えた後、親子は引き離されて別飼される。母牛は人間の食料となる大量の生乳の生産活動に入るためである。あるのどかな暖かい日に、牛舎前のパドックで親子は遭遇し、母牛は発声した、元気でやっているかい、とでも言いたげに。この牧場は丘陵を縫う道路の緩いカーブを車で回り終えた時に忽然とその姿を現す。緩やかな丘の上に立つ牛舎を道路沿いから仰ぎ見ると、堂々とした壮観さを醸し出している。北海道最北部を空地または天北と呼ぶ。この地方は風強く、日射量も少なく、低温で10年土壌のため、牧草栽培を中心とした草地酪農が発展してきた。この作品は乳牛放牧を前景に配し、トラクター牽引のロールベイラーによる牧草収穫を描いている。過ぎゆく北辺の夏の風物詩である。北海道の中心、パッチワーク用丘陵で知られる美瑛にこの美瑛放牧酪農場があり、ジャージー種とブラウンスイス種を使用している。7月下旬に訪問した時はほぼ全頭休息中であった。休息時は半眼も含めて普通は目を開けているが、ほとんどの牛がまどろむように目をつむり、中には頭部を草面に投げ出し伏がしている牛もいた。食草後の満腹感と心地よい爽やかな空気が昼寝に近い無防備な死体を促したようだ。放牧風景は、パッチワークの畑作を背景とした西欧風の美瑛の景観にもよく似合う。岩手県の早坂高原は1980年、昭和55年に訪れたが、私の名字と同じなのが新鮮な驚きだった。近くの石碑が、早坂峠は江戸時代に南部牛による牛方街道の要衝で難所であったことを物語っていた。
早坂峠に向かう脇道を登っていくと、左手に北上山地を背景に黒毛和種と日本短角種の放牧牛群が視界に入り、私を認めるとゆっくりと近づいてきた。岩瀬牧場は1880年、明治13年、西欧式官営牧場である宮内省御開墾所として設立され、その牧場景観が文部省唱歌、牧場の朝のモデルとなっている。1987年、昭和62年から33ヘクタールの観光牧場となり、明治の牛舎、穀物倉庫、農具舎、サイロといった遺産建築物と充実した文献資料を所蔵する歴史資料館を有している。2017年に訪れた時はホルスタイン種育成牛のみを使用していたが、2021年からブラウンスイス種の使用に変わった。信州白樺高原の標高1430メートルにある長門牧場は、211ヘクタールの牧草地と200頭の乳牛を使用する1966年、昭和41年、設立の民間牧場である。レストハウス前の装置にアルパカ、羊、ヤギといった中小家畜をつなぎ飼いして、直接触れ合いができ、ホルスタイン種、ブラウンスイス種、日本短角種が放牧されている。広背に牛舎群、円形に蓼科山を従える眺めは牧場のイメージそのままを映し出している。八ヶ岳中心国定公園の美しが原高原は、70から200万年前の火山が浸食してできたメサ台地である。日本百名山の一つ、2034メートルの大賀島に向かう遊歩道の両側は公共放牧地で、ホルスタイン種を主体に黒毛和種、ジャージー種の計250頭ほどを放牧している。訪問した10月、牧場は深い霧に覆われ、大牧作業に追われる酪農家に出会った。牛たちは放牧中の厳しい自然での生活に別れを告げ、多くの思い出に遊びつつ山を下る。この牧場は丹後半島の碇高原に位置する国定公園内にあり、1979年、昭和54年、開設の広さ88ヘクタールの京都府農林水産技術センターの畜産センターである。和牛改良と乳牛育成事業のほかに、1993年、平成5年、二遊歩道を散策しながら、展示家畜と触れ合い交換できる広場を4月から9月まで開設している。牧場を俯瞰する広い林道筋から、触れ合い広場、放牧地や再装置、畜舎施設が展望でき、牛が放牧され、晴れれば山あいに日本海を望める。島根県出雲市郊外の丘陵の道路沿いに、県立畜産技術センターが管理する触れ合い家畜広場があり、牛、ヤギ、羊などを放し飼いしている。ここにいる2頭のジャージー子牛を小一時間観察していると、いつも寄り添ってとても仲がいい。ホルスタイン牛や黒毛和牛に比べると顔が短く目が大きいベビーフェイスで表情も豊かで人懐こい。島根県は動物園がないが、こうした無料のミニ動物園が公園などにひっそりと併設されていたりする。1967年から68年、昭和42から43年、放映の太陽野郎というテレビドラマがあった。風来坊が牧場を乗っ取ろうとする悪者と戦ったり、牧場を再建するドラマである。牛の群れをカウボーイハットをかぶった太陽野郎が追い回すシーンがウェスタン映画を見るようで記憶の底に残っている。久しくカウボーイ風の牧場主を実際に見たことはなかったが、島根県域の乳牛ショーでウェスタンファッション風の牧場主が牛を引いて颯爽と現れた、あ、太陽野郎だ。緩やかな里山を背に広がる裾野に放牧中の牛の姿が、昇る朝日の光を吸い取ったように輝かしく浮かび上がる。
空の青もまだ涼しさが残り、芝装置にも湿りがあり、昼間の暑さを忘れさせて清涼な雰囲気に浸してくれるひとときである。時折のそよ風で花々が重なりながら、優しく揺れるコスモスが放牧地に溶け込んでいる。暑さが過ぎ、秋を知らせる風物詩である。コスモスは明治末に全国に広まったメキシコ原産の外来種であるが、ツヤなる和名コスモスと称するように日本人の好みに合うのだろう。赤牛のいる緑の中に清楚だがたくましく、陰りのない姿を見せる。母牛は単に子牛の前に孵化して休息しているだけかもしれない。近くにいて子牛を視界に入れているだけかもしれない。ただこの時期の母牛は子牛がいなくなると鳴き声を上げながら探索するほど母性がある。子牛を見守る感情移入した母牛を描いてみた。スチールサイロと赤屋根の牛舎群は中国四国酪農大学校の第二農場である。使用するジャージー牛群の放牧地を取り囲むように道路が整備され、牧歌的景観を楽しめる。ヒルゼン地区で人気のスポットで年250万人以上を集客する。角島の東側の角にあたる岬に、面積 4.3 ヘクタールの巻崎牧野がある。牧作沿いに遊歩道と吾妻屋が整備され公園になっている。標高20から30メートルと低く、岬の突端に向けて関係者し、潮風が吹く牧野から日本海を行き交う船が遠望できる。日本在来の和牛が山口県の萩市沖合に浮かぶ三島に100頭ばかり血脈をつないでいる。この三島牛の放牧地は雑木林に囲まれた港に近い海岸近くの小高い棚田跡地にあった。メスの牛群に自然交配のために主有牛1頭が放牧されている。放牧地からは海面に鉱石波をかきながら入港する漁船を間近に見ることができた。阿蘇カルデラの中央河口級の牧野といえば草千里ヶ浜が有名だが、今は貿易場、牛は放牧されていない。この牧野は南阿蘇村にある池の窪牧野である。元は加工艇のあった場所で41ヘクタールの野草放牧地である。澄み切った朝の秋空に熊本系赤毛和牛の鳴き声が響き渡る。南阿蘇広がる草地、秋の空、癒しの風に鳴き響く声。Thank you.
北西から南東に走る霧島連山の火山群を南から一望できる高千穂牧場がある。1991年に開園し、宮崎と鹿児島の県境に位置する南九州を代表する観光牧場である。42ヘクタールの敷地の半分が再送地と放牧地で、一面緑の絨毯が広がっている。時間制限放牧なので、ジャージーやガーンジーの搾乳牛たちは束の間の自由な時間にどこか心を弾ませているようだ。5、結び2021年の第1回個展以来、早いもので2年が経過しました。2023年に69歳になり、健康の不安が増して医師の診察が増えました。幸運にも体調は安定し、2023年の第2回個展を無事に終えることができました。2020年に出版したが文集、牛のいる風景と文化を描くは、84点の作品が収録され、その中から56点を含む、合計60点の作品を第1回と第2回の個展を通じて展示しました。多くの皆様が来場し、またこの YouTube 動画をご覧いただき、心から感謝申し上げます。栃木県はミルクや牛肉の生産が盛んな地域ですが、牛を身近で見る機会がない消費者の方もいらっしゃると思います。展示作品の中には、訪問可能な牧場をモチーフに制作しているものもあります。実際に足を運んでいただければ、妨害の喜びです。ここ2年間、コロナ禍でミルクや牛肉の消費が低迷し、ウクライナ侵攻や円安により飼料費、燃料費、光熱費などの生産コストが高騰して、牛農家の離農が進んでいます。長期的には生産コストを低減する放牧が増え、牛が身近に目に触れる機会が増えることを願っています。健康が許せば、第3回個展は2、3年後に、同時期、同会場で開催したいと考えています。またのご来場、YouTube 動画のご視聴をお待ちしております。